ご主人、曲は久め。はい、本邦初公開。せめて夜だけでもカラオケをしないようにする規則を作ってもらえませんですかね。ああ、私は毎晩9時に寝る習慣でしてね、ここのところ寝不足で。ああ、それはお気の毒ですね。これはやっぱり自治会にかけてみたらどうですかね。何を言ってるんですか。昨日の集会場の一件お忘れですか。そうですよ。何がレーザーカラオケだよ。多数決では勝ち目がありません。障子に目あり、めったなこと言うもんじゃ。あ、そう。暴力はいけない。チアース、麻酔屋です。どうも。この間どうも。カラオケ反対同盟やるわね。ご主人は。はい。はい、じゃなくて旦那さん。え、ああ、はい、あんまり期待しない方がいいんじゃない。え、こればっかりでからきしくしないんだから。それって僕非常に困るんですけど。心配しなくても大丈夫、あたしがついているじゃない。はい、奥さん大丈夫なんですか。当たり前じゃない、行くわよ。はい、車乗って。え、松本さん、平成団地からカラオケを追放。松本さん、してください。カラオケ追放。カラオケを聴かない自由を。松本さん、ください。カラオケを聴かない自由をください。ダイエスさんも奥さんもカラオケ反対。奥さん、パパ、こんなみっともないことやめてください。何が聞かないの、俺たち本気なんだよ。カラオケを追放しよう。なんだよ。一人になりましたよ。カラオケ反対。せっかく団地の皆さんとも仲良くしていただけるようになったのに。ねえ、私の立場も考えてよ。テレビは壊すわ、あんなこと始めるわ。一体何考えてるのよ。ねえ。
どっかおかしいんじゃないの？おかしいのはおめえらだろ。何がおかしいのよ。何でも言っただろ。カラオケのどこがいけないのよ。全部団地の人たちの親睦をより深めるためなのよ。俺は反対だ。あなたがそんな分からず屋だったなんて私知らなかったわ。あ、そう。だってそうでしょ。私は一日中この中にいるのよ。みんなで楽しくやっていきたいじゃないの。もうやっぱあれぐらいのことじゃ体制は変わりませんね。何言ってんのよ。あれは私たちの戦いの記念すべき第一歩にしか過ぎないわ。反対派がいるってことを分からせただけでも成功よ。そうですよね。そうですか。うん。だからめげないでお互いに頑張ろう。あ、でも恐縮です。ね。小学校の時嫌な奴がいたんすよ。おべんちゃらばっかこいてる奴で。そいつ音楽の時先生がお礼指名するように仕組んだんですよ。恥ずかしいですよね、人前で歌うのって。でも俺一生懸命歌ったんすよ。クラス中大笑い。先生まで一緒になって。で今度は見本を聴かせてもらいましょう。その嫌な奴が歌ったんですよ。そいつが死ぬほどうまいんですよ。俺その時思いました。こいつら全員ぶっ殺してやりたいって。結局何もできませんでしたけどね。それ以来得意そうに歌ってる奴見っと、どうも。私さ、長いものに巻かれるって嫌いなんだ。みんなと仲良くするために好きでもないものを好きって言ったり、それに何でも多数決で決めて反対の人はどうなんの？もうすぐあいつらに舌は吹かしてやりますよ。あ、どうも。あ、この人同志です。あ、紹介します。大曽根さんって言ってケーブルテレビ局のなんだっけ。あ、ディレクターです。浜田さんの紹介で松本さんにお会いしたんですけど、話聞きまして思わずぶっ飛びですよ。それがですね、ちょっとあることを仕掛けたんですよ。